京都一句安持成美。私は今年中学生になった息子がいるシングルマザーです。21歳で結婚して、この子がお腹にいる時、23歳であの 3.11 東日本大震災が起こりました。原発事故のことを知れば知るほど将来残すべきものではないと思い、初めて政治を意識しました。その後勉強をして資格を取り、外資系生命保険会社のライフプランナーとして働き始めました。その中で不景気のせいで人生に必要な保険さえも解約に追い込まれてしまう人がいることを知りました。これも政治の問題だと思い知りました。政治は生活、これが私の信条です。私たちが動けば政治は変わります。裏金がまかり通る今の腐った政治を変えられるのは皆さんの一票しかありません。一票は皆さんの生活に直結しています。選挙に行きましょう。